団長。私はやっぱり、あの大商人とは話したくない。約束を守れなくて、ごめんなさい。でも、一つだけ、絶対に伝えてほしいことがあるの。おじさんには、自分の夢を叶えてほしい。これから、私みたいな子供が、一人でもいなくなるようにね。奴隷にされたり、搾取や裏切りで苦しむ人たちが、彼の頑張りで救われて、私のパパとママが、命を懸けて求めたものを。自由、尊厳、平等。それに、愛を、手に入れられること。それこそが、私の願いだから。絶対にやり遂げてくださいって、伝えてね。それが実現したとき、私はおじさんのところにけじめをつけに行くから。だから、また会えるね。私のこれからのことについては、心配しないで。いかに悲しいことでも、乗り越えれば過去になる。人生って、そういうもんだよ。私は新しい旅を始めるから。バイバイ、団長。先に行くね。団長に会えてよかった。そうだ。私の日記を盗み見たのはもうバレてるから。でもまあ、許してあげる。スズランの街で過ごした楽しい時間は、ほとんど団長のおかげだもんね。だから、この最後に書く日記は、団長宛てなの。大事なことを伝えるの、忘れないでね。それとそれと、いつかまた会えたら、団長の日記も見せて。つまり、彼女はもう出発してしまったのか。答えを残さず言ったのか、過去のことは。前に言ったように、エラマンに戻って、私のやるべきことをやり遂げる。そうだ、確かにそう思っていた。それについては、もう何度も話し合ったはずだ。制度は権力者が作るものだ。
そして権力は、たとえ頑固で力強い熊のようであっても、金という名の甘い蜜につられてしまう。すでに自分の紹介を持ったそなたにとっては、身をもって知っていることだろう。そなたが認めるか否かにかかわらず、金は多くの問題を解決できる。ただ、そなたの方が正しい点もあるのだろう。私が自分の理想にこだわる理由は、変化と革新をもたらしたいからだと思っていた。そして自分が犯した過ちへの償いでもあるのだと。だが、ある権力を別の権力でねじ伏せることは、実質的には過ちを繰り返すことなのだ。自由、尊厳、平等、そして愛、いずれもそなたに言わせれば金で買えないものだろう。私はある程度は金で買えると思うが、この金色に輝くものがほんの少しあれば、黒を白に変え、醜いものを美しいものに変えられる。自由を制約に変え、誇りを卑賤なものにも変えられるのだ。私はそのすべてを変える新しい道を必ず見つけ出す。私の理想のために、そして私のせいで傷ついた人たちのために。そなたは尊敬できる友人でありライバルだ。また会える日を楽しみにしているぞ。イナンナ殿下はこれからも紹介の仕事に協力してスズランの町にも来てくれるらしいぜ。そうですよね。殿下は努力家だし、イリアを深く愛してるから、時間をかければ優秀なリーダーになること間違いなし。ココアもいてみんなでお祝いできたらいいのにな。あの子がいないとなんだか物足りない気がして。まあな、急に静かになったっつうか。じゃあさ、ファカール、みんなに何かお話を披露してよ。なんだそりゃ、しょうもねえこと。話したがってると思ってたのに。なんでだよ。普段一番無駄口が多いのはファカールでしょ。いいぜ、そこまで言うなら一つ話してやろうじゃねえか。この前な、
マイサは酒と黒麦ジュースを間違えやがった。そんでグビグビやってジョッキ一杯開けちまったんだ。通りがかった商人にも黒麦ジュースだって言いながら酒を売ってた。それからしばらくして酒場にこいつの様子を見に行ったら、商人たちと一緒になって盛り上がってやがるんだ。あん時なんて言ったっけな、飲むなら酒があればいい、客なら金があればいい、だったかな。え、やめてよ、ストップ。面白い話をしてって言ったんだよ。私の恥ずかしい話をしろなんて言ってない。それ以上言ったら許さないから。なんだと？でたらめを言うな！私はエラマン商会の信用保証のある商人だぞ！待ってくれ。
わかった。いいねで成立だ。まさかイリアにあなたのような目利きがいたとは。感服しました。次こそは必ずいい品を持ってきましょう。商売繁盛をお祈りします。カモネリだ。千載一遇のビジネスチャンス、お一ついかがっすか。どう、興味は終わりで、旦那。アカンベよ、よくぞ戻った。近頃何やら波乱のあった様子、そちには別状ないか。商売上の些細なことです。陛下のお気遣いを賜るには及びません。して、次の手は。我々のイリアでの布石はすでに一定の規模に達しています。イリアからの輸入ルートが確立できました。エラマンのビジネス界に天地がひっくり返るような変化をもたらすに違いありません。天地がひっくり返るような変化とな。良きかな、良きかな。あかんべよ、まことに心強い限りじゃ。もったいないお言葉です、陛下。約束は必ずお守りいたします。ことがなった暁にはどうか手前の奴隷の身分を。インコ。ふん。構わぬ。忌憚なく話すがよい、アカンベ。はい、陛下におかれましては。どうか。打倒せよ。何、打倒せよ、打倒せよ、奴隷制。Mm-hmm.